開始。木の葉の忍びとかしょぼしょぼだろ。俺が全員殴っちゃうよ。殴っちゃう？一網打尽ってことだよ。ヘッ、ダセーんだよ。何でも省略してんじゃねえ。助けのおっちゃんとの修行を乗り越えたんだ。ゆいじゃん。俺がこんなやつに負けるわけねえ。ゆいじゃん。水よっと。水ヘッ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 で決まりだろう。やってやる。ド派手にかませばそれだけ父ちゃんが見てくれる。まだまだ止まれねえ。しっかり見せてやるんだってばさ。悪い、俺の方が。チャラいだっけ？ゆるいだ。捜査。それでは再戦者。おい。休憩はもういいのか？次の対戦同じ気をつけていく。ではこれより10人選抜試験。この葉隠れ。おう。同じくこの葉隠れ奈良鹿台。両者始め。面倒くさがりのお前がここまで勝ち残るとは思わなかったぜ。住人になれなきゃなれねえでいいけど、サボると母ちゃん怒んだよ。そこだ。バトルになると強えな。やってやる。やっぱ親が親だけにリスペクトしてやがる。やっかいな。やってやる。
イには悪いけど、このまま決めさせてもらうぜ。勝負あり。やった父ちゃん、俺の強さにびっくりしただろ。まいった。よっしゃ。勝者。やった。父ちゃん。次もバッチリ勝ってみせるってばさ。どういうことだ。これはこの試験では使用禁止のはずだ。リー、渦巻きボルトは失格だ。勝者は渦巻きボルト使用。お前は忍者失格だ。行くぞ。今は試験中、説教は後だ。後で説教。父ちゃんに本当にそんな時間があんのかよ。ちゃんと説教されてたら今こんな状況にはなってねえってばさ。そうなんですよ。片付け。ボルト君が言う本当はお集まりのこのボルト君には片付け。そこで五影様、田里の皆々様にこの素晴らしい科学人具の逃げろ。大丈夫か。一人てめえら。でかいやつがそしてもう一人が巻物の。ああ、狙いはかぐやが残す。かぐやが白舌の兵を集めていたのもそれに対応するため。かぐやといい、タンを錬成するらしい。さよう。これさえあれば不老長寿、怪力乱心、思うがまま。どう？衣を汚して、たまには体を喜べ、下等生物ども。我の手に葬られることをな。サスケ。ああ。
開始。かぐやの城でお前を襲ったあいつらか。戦闘力はかなりのものだ。やるか。甘い。かぐやの城でお前を襲ったやつがあいつらか。雨の戦闘力はかなりのものだ。気を抜くな。行くぞ。焼き尽くす。執念深いやつだ。さすが。行くぞクラナ。会場のやつらはどうなんだナルト。準備完了だ。もうほとんどが逃げ出してる。あと少しだけ持たせればいい。準備完了だ。甘いな。行くぞ。焼き尽くす。そのまがまがしい感情、ここで撃つ。あの時つけられなかった剣じゃ。すげえ。粘りますな。うん。ならばこうしよう。どうせこの苗床きれいに整え直さねばならんか。キツネ、お前は死ぬな。サスケ、あとを頼む。わかった。行くぞクラナ。なまってねえだろうな。行くぞナルト。バルトン。よかった。気がついたのね。ここは？君の家だよ。俺のひまわりと母ちゃん、みんな！ボルトのお母さんとひまちゃんは病院で治療を受けてる。
父ちゃんはどこだよ。七代目は奴らに連れて行かれたよ。なんで俺の父ちゃんがおかげなんだよ。